や、エテです。星のドラゴンクエスト、アップデートがね、水曜日かな？うん、水曜日にね、ありまして、新しく、こちら、デスタムーアを倒せ。ドラゴンクエスト6のね、新しいイベントが、今開催されました。1月19日から、2月8日まで。で、今回はこのバーバラとテリーと、チャモロの見た目装備が手に入ると。うん。まあね、こういうシリーズのね、装備は今までも結構あって、歴代シリーズのね。で、全部ね、エテは今まで集めてたんだけど、もう倉庫が圧迫し、圧迫しまくった挙句に、全部売るというね。基本的にはもう全部集めてたの。んで、なんか10回進化させて、10段階までね、進化全部させようとね、思ってたんだけどね。いかんせ倉庫がね、圧迫されるということでね、売りました。だからね、こういうのはね、お気に入りのね、うん、お気に入りのキャラクターがね、いたらね、集めたりしたらいいんじゃないかな。あと、性能ね、性能がいい。見た目装備ね。だからエテ的にはテリーはちょっと欲しいかなって感じですね。エテ、うん、エテ的にはっていうか、テリーは多分みんな好きなんじゃないかな。うん。で、あとね、新しい装備、エデンのハンマー、エデンシリーズっていうのが今回実装されました。なので今回、今日はね、これせっかくなんでね、10連。まあ、1日1回無料の分と10連。うん、無課金だけどね、やっぱ新しい系の装備はね、回したい。回したい。まあ、後でちょっと、この性能とかも、見ていきます。うん。ぐらいかな。あとは、無道のね、イベントはま、前から。出てますんでね、うん、まあやってない人はやりましょう。なんで今回はまずはデスタムーア行こうと思います。デスタムーアのちょっと待ってね、デスタムーアマルチでここね、伝説級のデスタムーアに、行こうと思います。ただ全く何をね、何をどんな系の装備で行ったらいいのかが分かりません。うん、まあそういう時はね、マルベリさんのね、動画を見てね、お勉強してから行くようにしましょう。はい、ってことで、まあとりあえずね、行ってみようと思います。食べ物とかどうしたらいいかな。迷ったら、エテはいつも迷ったらね、このジュースシリーズで言ってる。ジュースだったらね、麻痺とか眠りとかはね、一応耐性つけれるから。で、セットボーナスもねできるし、迷ったらジュースで。ここは満月草を消して、万能薬と世界樹の葉と特薬草と、あとは復活石持たしておこうか。うんね、万全でいきましょう。はい、ではちょっと募集しますね。うん、揃ったかな。パラディンさん、魔法戦士が、かける2とエテのバトルマスター。エテはいつも通りの装備で行きます。では行きましょう。出発。よし、挨拶はね、挨拶はマナーなんで。さあ、なんかね、マルベリさんの予想
予想動画みたいな見てたんだけど、もしかしたらその3段階ね、デスタムーアといえば3形態に変形する、モンスターなんでね、もしかしたら星ドラ初の3形態に変化する、ボスかもしれないと。毒を打ってくるんか。毒を打ってくんのか。直した方がいいかな。直すべきか。直すべきだな。直して他にもなんか打ってくるかもしんないよね。とりあえず自分を直したけどね、周りも直していこう。せっかくあの超万能薬持ってきたんやし、ここ一回新鉄打って回復して、戦いの歌入れたいな。戦いの歌入れたい。入れる。で、どうする？3P の人から毒直していこう。はい。ただ、エテの状態異常、回復系アイテムがなくなりました。なくなりました。うーわ。炎？何今のは？炎？ちょっと！行った！イオナズンも撃ってきますね。このなんかその弾での攻撃100何歩とかいくね。あれは通常攻撃に。通常攻撃痛いね。これで1段階目は死亡。まあ携帯2だよね、普通にね。携帯2、ここは携帯2。超ギガインパクト。どうする？回復食？回復食？新鉄撃で回復して、ちょっとごめんね 4P さん、もう万能薬ないわ。ちょっと防御はほんとしっかりしとかないと。ルカナン、スクルトも必要か。じゃあここで、ゲージ割って灼熱。OK、大丈夫。ゲージ割って灼熱だったら海賊がいいのかな。海賊の船歌でね、あの、息耐性つけれるから、チャージクラッシュ、弾いておく。はい！防御したい！防御、待って！待ってくれ！待ってくれ！ゲージ割らないで。ちょっとディッシュ耐えた。でここで超ギガインパクト。一応ゲージで言ったらラストゲージになるんだけど、もしかしたら3形態目があるかもしれないよね。オッケー、大丈夫ね。回復大丈夫ね。撃つよ。何？事故？あれか。光の波動か。撃っとく。戦いの歌入れとく？入れとこう。入れときましょう。で、ランドスパークが来る。落とせないか。一応もう次あるっていう想定でいこう。あるっていう想定で。あるんだ。ないんか？ないんか？あるんだ。
あるんだ。あるんだというね。うん。J でいこう。うん。うわ、防御めっちゃ下がってる。やっぱスクルトっていうか、海賊がいいね。あ、真ん中ね。真ん中集中狙いね。どうしよう、どうしよう。あんまりこの氷結乱撃撃つぐらいだったら、ゲージ無駄遣いしない方が。ちょっと待ってくれ！ガチャ！ガチャ！うっす。やばいやばいやばい。やばいやばい。ガンガン下げてくるね。やばいやばい。やばいやばいやばい。ちょ、おのおの、おのおの回復に。おのおの回復してくれ。あ、えて、ちょっと振り向いておけばよかったか、これは。新鉄撃できるもんな。けど今撃ったらゲージ割っちゃうから、ちょっと待機。みんなガード入って、ちょっとみんなガード入るまで、ちょっと待つべきだな、これは。って言ってる間に、って言ってる間に死にそうになっているんですが、あ、死んだ。すまない。やべえ！やべえ！強くねえ？これ伝説級だっ。伝説級だっすよ、これ。こんなん、魔王、ありがとう。ありがて。ありがて。ありがて。ちょっと待って、ちょっと待って、待ってくれ！ありがて。ありがて。ありがとう。おしおし、おし、みんなガードできてるね。オッケー。これでゲージ割る。で、手も消える。よし、勝った。撃つ！これ100ぐらいいくもんな。下げられてるから防御とか。え、おたけぶ。うわー、このコンボはまずいでしょ。ちょっと戻って、戻ってこい。うわっ、ちょっと、あかん、もうダメだ、回復薬もない。ナイスー。はあ、なるほどね。まあ、なんとか勝てましたが。結構、エテがね、勝手に死にまくっちゃったね。一回死んで、復活石で復活して、で、二回目また死んじゃってっていう。結局ね、結局やっぱ盾がね、弱いから、魔法とかがね、どうしても防げない。やっぱルビス盾、ハグメタ盾は、必須だね。うん、必須。で、今回、まあ、行ってね、戦って分かったのは、やっぱ状態異常系、下げる系、状態異常で言ったら毒。うん、毒のみだけど、その、防御下げてきたり、素早さ下げてきたりっていうのがあるから、まあ、スクルト、ピオラ。で、息攻撃もあるんで、フバーハ。で、海賊の船歌があれば結構有利に戦えそうだね。うん。そんな感じ。うん。じゃ、もう一回見とこうね。で、やっぱり、星ドラ初の、3形態目、3段階に変形する、新しいボスという、うん、心構えがね、必要だね。だから道具をね、ポン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 使っちゃうと結構最後の方きついかもしれないね。特に超万能薬とか2個しか持っていけないから、まあ毒だけだったらね、もう毒消しそうなりで、うん、毒消しなりで回復も兼ねて万能薬持っていく必要はないかもしれないね。てなわけで、今回はデスタムーアの伝説級でした。
次パートちょっとガチャ、新ガチャ回していこうと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。